では始めていきます。はい、アビジョスクール3限目夕方ですね。ポーツボン担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、まあ、今回その夕方のテーマは、まあ、部屋の自宅で1畳のスペースでも運動不足を解消するっていうトレーニングをテーマに、まあ、今週はずっとやってきてまして、そうですね、やってきてまして、で、まあ、もう一個のポイントとしてはその免疫力を高めるみたいなところ、まあ、今コロナウイルスでいろいろ世の中が大変なことになってるんですが、まあ、ご自身で何か免疫力高めてることを何か一つ挙げるとしたらありますか？え？何でもいいですよ。ヨーグルト。ヨーグルト。あと何？寝る。睡眠。まあ大事ですね。はい。まあ大体食べるか食か、まあ、睡眠っていう形で、この2つがメインになってくると思うんですけど、免疫力ってそもそも何なのかみたいなところを考えると、まあ、お二人ご存知だと思うんですけど、体の中にウイルスが入ってきて、そのウイルスと戦う力っていうようなイメージなんですよね、僕の中では。で、免疫力って血液検査とかで測れないじゃないですか。だから、なんかちゃんとした医学用語じゃないんですよ。調べるとですね。で、結局はその外部からなんか何かしら入ってきたときに、白血球が戦う、ウイルスと戦う期間が免疫になるわけで、そのコロナウイルスが体の中入ってきて、そのウイルスと白血球が戦う期間っていうのは、大体2週間だから2週間隔離されるっていう理論らしいんですよね。なので、2週間戦える力があれば、コロナウイルスにも勝てるっていう、一つのイメージがつくんですよ。で、その力っていうのが、まあ、戦うっていうと、まあ、体力っていうことで、まあ、皆さんと一緒にトレーニングしましょうっていうのも一つあって、今日一緒にやっていきます。なので、体を動かすことは、先ほど言ったように、食事と睡眠と、まあ、運動っていう、この3つのバランスになりますので、まあ、運動もしっかり一緒にやっていきましょう。お願いします。お願いします。で、これから音声をミュートにしていただいて、はい、トレーニングの方入っていきますので、よろしくお願いします。はい。で、今回は、ウォーミングアップ、トレーニング、最後クールダウンというこの3部構成になってますので、僕の動画を見ながらご一緒に、わからないことがありましたらいつでもおっしゃってください。よろしくお願いします。ではやっていきましょう。まずは右足を前に出していただいて、で、両手を前に上げます。前のラインをしてとりましょう。で、このまま上に上げていただいて、耳を越えたらぐーっと後ろに反ります。そうです、戻します。で、また上げに、2、息を吐きながら上げていきます。戻す。はい、3。はい、戻します。4。OK、ラスト、5。はい、OK です。では今度このまま右に開いて後ろに持っていきましょう。指先をしっかり目で追っていきます。はい、1、戻して、開く、2、はい、3、はい、4、はい、ラスト、5、はい、 OK。今度は左ですね。左足出していただいて、またこのように前ならえします。で、このまま上にぐーっと上げていきましょう。1、アップ、2、
はい、3、2、ありがとう、5、はい、OK です。ではこのまま開いていきます。1、2、肩には力入れないように、3、4、はい、ラスト、5、はい、OK です。では今度右足にまた切り替えていただいて、手を後ろについて、後ろ、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばしましょう。そして前に行って左手をつきます。左手ついて、右手を開いていきます。そうです。はい、戻す、1、はい、お尻引いて伸ばす、前に手をついて、右手を逆、いいですね、2、はい、後ろ、はい、前、はい、開く、はい、3、はい、後ろ、前、4、いいですね、お二人いい感じのシンクロ率ですね。後ろ、前、はい、5、OK。 では反対いきましょう。左ですね、左足に変えて、後ろに倒して、裏伸ばして、で、右手をついて、左手を開く、そうですね、戻して、で、前について左右差ですね、上げにくいとかを感じながらやっていきましょう。はい、後ろ、前、ついて、開く、あ、いいですね、ラスト、前、OK、さすが。では次はちょっと背中伸ばしていきます。両手を前についていただいて、お尻をぐーんと引きます。そうです。で、指先を見ていただいて、このまま右に移動します。半歩ずつ、1、で、左の背中を伸ばします。お尻引いて、ぐーっと呼吸しながら行きましょう。では反対行きます。1、1、1。反対に移動して、ぐーっと伸ばす。はい、OK です。では今度は、股関節ちょっと伸ばしてみましょう。ここですね。四つ這いになります。でですね、この状態で、この状態でお尻を引きます。そうで、かかとにつくぐらいまで行って戻す、1、引いて、2、はい、いいですね、はい、ダウン、3、ダウン、4、3、5、ダウン、はい、6、はい、OK。 ではラストいきましょう。膝を曲げてもいいので、両手を地面につけていただいて、そのままちょっとお尻上げます。手をつけたままお尻軽く上げて前に進みましょう。1、1、で、いけるところまで行ったら戻ります。半歩ずつ戻って、1、お、いいですね、いいですね、いいですね。で、もう一度前に行きましょう。で、今度は足を持ってきます。1、1、1、はい、 OK。 はい、ではここでストレッチ終わりになりますので、各自で、水分補給していただいて構いません。ちょっと水飲んでいただいて、これからトレーニングに入っていきましょう。あ、ゆっくりでいいですよ。これインカメラですよね。あ、ダメなんですか。
ですか？ OK ですか？ OK です。そしたら今日は、背中周りとちょっと股関節ですね、まあ結構姿勢が気になる女性の方だったりとか、姿勢からこう頭痛だったり肩こりっていうのが非常に多く見られますので、その辺をちょっと一緒に体を動かすことで解消できたらなと思いますので、よろしくお願いします。で、背中のトレーニングでやるときに、ポイントは手に、肘から下に力を入れないことです。握らない、ここ開かない、強く力を入れてしまうと全部力が入っちゃうので固まっちゃうんですよね。そうすると肩がこう力入るので、いくら動かしてもあんまり意味がなくなっちゃいます。なので脱力して動かしてください、基本的には。そうです、そうです。で、もう一つは、あとは体が丸くなるとこういう形で腰を反って胸を張れっていう風に結構言われるんですけど、イメージはこの胸を上に引っ張られてるような形で動かす。これちょっと難しいんですけど、ここが斜め上に向くような形で体をこう反るんじゃなくて、ここを上げて目線を必ず下げない。下に向けば向くほど体が丸くなっちゃうので、この視線の位置と胸の位置をちょっとイメージしながら、背中のトレーニングをやっていきましょう。なんとなく OK ですか？OK。では、いきます。まず一つ目は、このように、一回正座していただいて、で、ちょっとお尻を上げます。で、軽く前傾を、体を前に倒していただいて、こんな感じですね。で、後ろで手を回します。はい。で、体から腕を離して、で、人差し指を伸ばします。下に伸ばして、その人差し指の方向にぐーっと指を、腕をぐーっと引いて、そうすると肩甲骨が寄ってると思います、下に。このイメージを持っていただいて、万歳。そのまま肘を引く。ぐっと。そう。OK。で、伸ばす。飯島さん、もうちょっと体を倒しちゃっていいですよ。そう、OK、ストップ。で、そこから、はい、1、そう、腰を反らないように、2、そう、3、息吐きながら、はい、4、手の力抜いて、背中で引っ張る、ぐるっと寄せる、5、はい、背中で6、背中で寄せて、7、そう、はい、8、はい、9、はい、10でキープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK! 背中ですね、このあたり、ちょっとイメージしていきます。で、次は、今この状態で引いたので、今度は親指を、このような形に、後ろに向けていただいて、肩甲骨を寄せます。こうやって肩が上がらないようにして、このまま腰に寄せる。そうです。で、ポイントは、肩よりも後ろ。ここからこう持ってくるんじゃなくて、肩とスタートラインは腕が、この垂直になった状態で後ろに持ってくる。で、首が前に出ないように気をつけましょう。この状態からスタートして、このまま前、斜め前向いて、内側に寄せる。そうです。はい、戻す。はい、2。で、厚井さんちょっとこう、まっすぐになっちゃってるんで、体、ちょっと前傾しましょう。OK。で、そのまま、3。はい、戻す。4。そうです。はい、5。6。はい、待って。はい、7。以上と前に行っちゃってるんで、手が、ここでスタートしちゃってるんで、ここからスタートして後ろに持ってきてください。そう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 。
はい、8と9、はい、ラスト10。はい、オッケー。地味にきつくなるトレーニングですね。ちょっとこの肩甲骨のところが熱くなってくると OK かなと思いますし、横筋筋って奥の筋肉なのでちょっとイメージしづらいところではあるんですけど、まあ、お二人とも肩は上がってなかったのでしっかり寄せる。そうすると胸が開いてきて呼吸もしやすくなりますので、まあ意識しながらやっていきましょう。では次は下半身も組み合わせてちょっと背中やっていきます。立っていただいて肩幅ぐらいで構いません。万歳します。で、このままお辞儀をしていきます。手が下がらないようにして万歳したままお辞儀。床と体が平行になるのが一番理想的。あー、いいですね。あー、OK、2人とも。で、戻す。そう、それで1回です。で、ダウン。お尻引いて、そう、もも裏とか顎が伸びてきて、はい、上がる。2。そう、下ろして。そう、3。足の裏意識しましょう。ダウン。あー、いいですね。4。はい、ダウン。はい、ゴー。で、戻るときに、ここから戻るときは、こういうふうに戻るんじゃなくて、お尻で戻ってきてください、ぐっと。反動はなるべく使わないようにしましょう。反動を使うと体が痛めてしまうので、ここ行ったら、お尻から戻ってくる。あー、いいですね。はい、もう一回頑張りましょう。はい。6、ダウン、ダウン、ダウン。はい、7。はい、ダウン、ダウン、ダウン。8、ダウン、ダウン、ダウン。9、ラストいます。はい、OK です。ちょっと水入れましょう。いいですね、やっぱいい感じですね、お二人とも体が分かってると動きがスムーズですね。素晴らしい。大丈夫そうですか。じゃあ次ですね、ちょっと下半身いきましょう。で、ランジ、いわゆる片足を前に出すのと、スクワットをやっていきます。まず最初はスクワットをちょっとやっていきましょう。手を前に組んでいただいて、足首が硬い方は30度ほど外に向けます。で、親指に体重をなるべく乗せないようにダウンで、アップで、今回やるスクワットは、まあ、通常これぐらいで終わる、ももというかが平行なぐらいなんですけど、フルレンジといって全部生け止めされます。そうすると股関節と膝と足首全部使いますので、そこからしっかり上がってくる。そうです。はい、いけるところまでいいですよ。はい、ダウン。そうです、目線下げない、目線は絶対下げない。はい、ダウン。そう、あ、いいですね。はい、アップ。はい、ダウン。そう、はい、アップ。はい、ダウン。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 はい、アップ。はい、ラスト。オッケー。ちょっと気になる点が一つあったので、下がってって、下がるのは非常にいいんですけど、上がるときにお二人とも体をこういうふうに反るような感じになるんですよね。どちらかというと足よりも腰を使うような状態になるので、ダウンして足の裏からの力を使ってこのまま立ち上がる。そうそうそう、そのままぐーっと伸びる。こんな感じですね。はい。そう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 、あー、いいですね、いいですね。それができてくるとより
足の裏からの力は上体につながりやすいような形になります。あ、素晴らしい。 OK です。では次行きましょう。次はランジ、足を前に出すことです。前に出す。結構これ体をこうまっすぐ出せっていう言われるんですけど、ポイントはこっちの足に体重を乗せることなので、右足に体重を乗せる。なので胸が膝のところに来るぐらいまで前傾していいです。でここから右足での親指で蹴って戻ってください。そう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 、そうそう。で今度左足、はい、蹴って戻る。もう一度右に行きましょう。そうです。で戻る。で左、 OK。 で大体これをやるとですね、目線が下になるんですよ。目線が下になっちゃうと体がこう倒れてきてしまうので、起き上がってから戻るっていう動作になってしまうので、目線は下げない。必ず下げない、下げないっていう形で、手は前でやっていきましょう。手が前にあるとこれ以上目線が下がらなくなるので、この辺をキープしながらやってみましょう。では右足から用意、はい、一歩、そう、はい、蹴って、ナイス。はい、左、そう、後ろで体重残さない、3、はい、いいですね、4、はい、前で右足、はい、右足で左足、はい、頑張って右足、はい、左足、はい、ラスト1回ずつ、はい、もう一丁、はい、 OK、 いいですね。ちょっと下半身周り、まあ股関節も含めて少しやっていきました。ここまでなんかご質問ありますか？大丈夫ですか？なんかご質問とかあれば。大丈夫ですか？松井さん大丈夫ですか？ OK です。では、これから、最後ちょっと3分間、トレーニングを、休憩なしでやっていきます。で20秒、動き続けてっていうのを3つの動作をやって、でそれを3回やります。でこちらはちょっと負荷が強いので、ご自身ができる範囲でやっていただいて、参加は自由になりますので、見てていただいても構わないですし、ちょっとチャレンジしても全然構いませんので、できる方はやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、でやることはちょっと横とお尻、そして下腹部刺激入れていきます。一つ目はこの状態で肘をついていただいて、で膝を曲げます。でこの両膝を後ろに持ってっていただいて、そうするとお腹をこう反るような形になってしまうので、こっちの骨盤を下に引きます。あ、そうです、 OK、 うん、あ、OK、 いい場なので、肩が痛かったらですね、肘の位置があんまり良くないので、遠ければ遠いほど痛くなっちゃうので、近くしていただいて、肩の真下ぐらい、もしくは何かタオルとか乗せても OK です。でこのまま体を上げる、ここでキープします。で手は横にしていただいて、これをダウンしてあげる、1、2、3、4。でこれをやって、足が今開いちゃってるんで、こっちは力入れないです。ここだけで上がってください。グッと、そう、ダウン、アップ、ダウン、アップってやって、今度は反対、
反対も同じようにアップダウンを繰り返します。はい、頭が前にいかないように気をつけましょう。しっかり向いて、そう、 OK。 で、3つ目は肘をついていただいて足を伸ばす。これでキープ、20秒キープしますっていう形でやっていきます。これを3回やります。なのでできる範囲でちょっと一緒にやっていきましょう。お願いします。では行きましょう。5秒前、はい、スタート。上げてダウン、そうそう、ここだけ、ここだけ、そう、ここ下がらない、ここだけ、肘はこのまま、ここだけ、そうそうそう、 OK です、 OK です。下げて、上げて、下げて、上げて、はい、反対向きになって、同じように1、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 
はい、そのまま仰向けで足を伸ばして肘がついていいでしょう。肘つきて、なるべく地面とスレスレのところでキープ。はい、また横向きになりましょう。はい、2セット目。1、1、横の腹筋、くびれを作っていきましょう。ゴー、ゴー、体の使い方ですよ。ゴー、そう、いいですね。 2セット目だいぶいいですね。1、1、1、はい、反対。はい、ゴー、ゴー、ゴー、頑張って。ふう、息を吐きながらいきます。1、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 
すいません。はい、横向きで。はい、上げます。皆さん、すごい対応してくれた。1、はい、頑張って、ラストですよ。1、頭を前に持っていかないように頑張って。下の腹筋ですよ。はい、上げて、上げて、やめないで。はい、反対。ブン、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 ブン。はい、最後までいきましょう。頑張って。よいしょ。アップ、アップ、アップ。はい、キープ。ラストです。足上げて。下腹部意識。はい、オッケー。お疲れ様でした。ではこれ最後、皆さんでやりっぱなしではなくてケアとしてストレッチもやっていきますので、フルダウンやっていきます。その前に水分補給していただいて全然構いませんので、はい、ありがとうございます。では、長座していただいて、両手を横につきます。で、このままお尻を引いて骨盤を立たせます。そうです。で、両手を膝の上、乗せていただいて、このように足を張っていきます。で、いけるところまで行っていただいて、指先を見ながらぐーっと伸ばして息を吐いていきます。力が抜けない方は舌をちょっと口から出してあげるとだらーんと力が抜けます。
はい、オッケー。では足開いて、で両手をまた後ろについてお尻を一回引きます。そして右手を左のつま先に向かって遠くからぐーっと持ってきましょう。はい、いいですね。はい、OK。 で反対行きましょう。左から OK です。で次はですね、右足伸ばしていただいて左足を曲げます。こんな感じで右足に左足を乗せる。そして右のかかとをお尻の方に近づけます。で一回後ろについてる手を手でお尻を引きます。後ろに引きます、体を。でかかとをさらに寄せるとここが伸びてきます。でもっと伸ばしたい方は間から手を入れていただいてこのまま寝ちゃいましょう。でさらに伸ばしたい人は足を伸ばして自分の方向につま先を持ちます。ぐーっと。そうすると右のもも裏も伸びます。はい、OK。 柔らかいですね、素晴らしい。で今度は左足伸ばして右足を曲げる。そしてかかとをお尻の方に持ってきていただいて骨盤をもう一回引きます。そうです。で先ほどのように間を通していただいてもいいですし、壁に足をつけていただいても伸びるので、これこんな感じで壁があって足つけると壁を押せばこっちが伸びてきます。これでも OK です。これが一番楽です。そうですね、壁側に近づけば近づくほど足が伸びます。あー、夏がいいですね。はい、OK。 ちょっとじゃあ最後腰回り伸ばしましょう。うつ伏せになっていただいて両手を広げます。そして右足を後ろにぐーっと持ってってひねりましょう。遠くにかかとを持っていきます。呼吸は止めないように、はい、戻しましょう。はい、はい、反対。よいしょ。はい、OK です。では一度集まっていただいて音声をミュート解除にお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、大丈夫でしたか？肩が疲れました。そうですね、これが一番苦手そうでしたね、お二人のリアクション的には。なんでわかるの？ですね、やったとこんななってたんで。肩甲骨をやっぱり寄せるっていう背中のイメージって非常に見えないのでつきにくいんですよね。でやっぱりこう僕も教える時とか背中って非常に難しいんですけど、こう自分がやってて何が難しいのかが分かってくると、なんか逆に言ったら相手にもこうイメージしやすいのかなっていうのは分かってくるのかなと思いますので、動かした時に、あ、こうすると動いてるんだなっていうイメージを持つということは、力が入っちゃいけないんですよね。力入っちゃうと、ぐーっと入っちゃうと、なんかもうここ辺に効いてるみたいな感じとか、この辺に効いてるってなってしまうので、なるべく難しいんですけど、少し脱力しながら、ぐっと背中を寄せてあげる。あとは目をつぶってあげるといいと思います。目の情報が入りすぎてるので、目をつぶると体のイメージ、ボディイメージができやすいので、それで動かしてあげると、楽に結構力抜けて動くので、
そうすると何となくイメージができてくるかなと思いますので、まあ、こっちも結構普通にやったりするんですけど、この状態でグッと引いてあげるっていうのも非常に大事になりますので、まあ、追加してやってみてください。はい、はい、質問いいですか？いいですよ。サイドランジ的なのあったじゃないですか、ここの。あ、サイドプランク。そう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 、これ膝が結構きついんですけど、なんか対策あります？膝がきついのは、上の足も、上の足を、今、こうなるじゃないですか。上げるときにですね、こっちを使っちゃってるんですよ。ああ、なるほど。こっちは使わないんですよ。力を入れないんですよ、全く。ここで、なので、行ける範囲に、ここで上げられる範囲だけでいいです。こんなにグッと上げようとすると足が上がっちゃうので、こっちに負担がかかっちゃうんですよね。なので、ここだけで上げられる範囲で、で、ダウンして、これぐらいの運動になります。運動の、この移動は。これぐらいです。これって股関節って曲げてます？まっすぐですか？曲げてます。曲げてます。曲げてます。あ、OK です、OK です。股関節伸ばしても OK ですよ。伸ばして、膝伸ばしても OK です。あ、そうなんだ。これでも OK です。こちらはでもきついんで、上げた方がまずはいいかなと思います。いいことですね。やり方は、ちょっとね、変えていただければと思いますので、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、このように、来週も、大体毎日やっておりますので、まあ、お時間ありましたら、ぜひ、運動不足解消と、ご一緒させていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとで動画送りますね、じゃあ。学位いる？はい、福田さん、じゃあ自慢しからもらって、お願いします、動画後でお願いします。あ、OK です、わかりました。はい、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございます。福田です。あと YouTube のチャンネル登録もお願いします。コメント待ってます。はい、お疲れ様です。